神奈川で私都会だと思うんですよね。神奈川県って結構大きな都市だなと思うんですけど、でもやっぱり横須賀寂れてますね衰退してますよ。ただ塊になったからといって勝てるかどうかは分かりませんっていうところですね。そこにはやはり私はセクシーな経済政策が必要なんじゃないかと。しつこいしつこい本当にね、はい、あのシンプルに今の小泉環境大臣の仕事ぶりですとか、あそれをどういうふうにシンプルにご覧になっているか。環境という分野に関して特に明るいわけではなかったけども、そのポストが与えられたということですよね。だから公認としてはすごく大変な時期だと思います。あのたとえ内閣の一員であったとしても、ならぬものにはならぬと言えるようなことがあのできればいいのになとは思いますけどね。ブレーキ役になってくだされば、投票率 50% そこだったらやはり伸びしろがあると考えていいと思うんですよね。だこの地域においてもうどうせまたあの人勝つんでしょ、じゃあもういっかみたいな話もあるだろうし、そこでね、なんかこう面白いあのマッチングといいますか、あのがあれば当然じゃあなんか行こうかなって思う人も、山口百恵さんね、はい、山口百恵さん山口百恵さんがすごい人を選んできましたね。また本当にもう涙がこみ上げてしまいそうな話になるんですけれども、該当者2名です。先の、参議院選挙でも立候補してくれた仲間のお二人が今日は来てくださっています、渡辺照子さん、そして三井義久美さんです。派遣先企業からは残業が多すぎるからお前をクビにすると言われました。残業代全部もらったか、全然もらえません。ほとんどがサービス残業です。サービス残業はサービスじゃありません。泥棒ですから、サービス残業は泥棒だと覚えてくださいね。どんな社会的地位があろうが、金があかろうがなかろうが、みんな同じ一票だよ。堀江門だろうが麻生太郎だろうが皆さんだろうが一票なんですよ。でこの一票、たかが一票と思わないでくださいよ。皆さんのためだけじゃない、皆さんのお子さんやこれから生まれてくる人たちの将来を決めるための一票なんだから、すごい重要なんです。で一方でその消費税 5% というところに乗れないのであるならば、私たちは勝手にやると言っています。勝手にやるとは何かというと、私たちの議席が拡大していく、勢力を拡大することだけを考えて選挙に挑むしかありません。その際には、例えばですけどここには、野田さんですか、もちろんその時には私たちもそこに参戦させていただく、野田さんの選挙区に私たちの候補者を立てるようになっていくだろうということですね。あのこれはあの提言でもあるんですけども、あのなんか日本の中に核について語るのはタブーみたいな空気があると思うので、ぜひそれをちょっと壊していただきたいと思ってます。日本が核武装をしますと言った途端に、おそらくそういったものに該当をし、世界中から非難だけではなくて下手をすれば攻撃をされるような状況に陥ってしまうかもしれないということですね。先日日米貿易協定が可決されましたが、事前にメディアで放送するなど国民が周知することができず、反対の声をネットの中と一部の人しか上げることができませんでした。もうちょっと頑張ってほしかったと思うんです。野党側、衆議院では私は戦っているとは思えなかった。だって衆議院では参考人質疑も行ってませんよ。衆議院が通しちゃったら30日以内に成立するものなんですよ。ってことは衆議院で徹底的に戦う以外方法はなかった。これ多分先日の問題だったかとは思うんですよ。日米 FTA 非常に中身が複雑で、資料出せっつっても出さない、だから中身が何なのかってことがはっきりわからないまま議論を進めようとしてるってことですね。当然衆議院でそんなものを通すわけいかないと、体を張ってピケ張って何としても1月1日に発行するという、これを遅らせるっていうものをやっぱりやっていく必要があったんですけれども、一般的に浸透していないっていうことを考えるならば、桜を見る会みたいなものの方がみんなが分かりやすいだろうっていう考え方になったんじゃないですかね。